リッキーリーはスウェーデン出身のシンガーソングライターである。リッキリーと表記されることも多い。ポップ、インディーロック、エレクトロニックといった様々な要素を混合した音楽を手掛けており、作品中にはバイオリンやシンセサイザー、トランペット、タンバリン、サクソフォーン、チェロといった様々な楽器が登場する。音楽的な影響源は、ニール・ヤング、シャングリラス、ディス、モータル・コイル、 ビートルズ、ローリングストーンズなど、父はミュージシャン、母は写真家という環境でスウェーデンのイースタットで生を受けた。幼少の頃、家族でストックホルムに移住、6歳から5年間はポルトガルの山頂で生活していた。また、リスボンやモロッコ、陶器にはネパールやインドでも生活していた。19歳の頃にはニューヨークのブルックリンの親類のもとで3ヶ月間。 生活し、二十一歳の頃、アルバム制作のためスウェーデンに戻った。二千八年、ピーター・ビヨーノジョンのビヨーニットリングのプロデュースによるアルバム、ユース・ノベルズでデビュー。メタクリティックによると、二十七の批評媒体から、平均して百点満点中七十五点という、好意的な評価を受けた。二千十一年、同プロデューサーによる二作目、ウーン・デッド・ライムスをリリース。 前作以上の商業的な成功と批評家筋の評価を集め、メタクリティックでは34の媒体から平均83点を得ている。2014年5月3作目となるアルバム I Never Learn をリリース。ピッチフォークメディアからはベストニューミュージックに選ばれた。ありがとうございます。